この絵からは遊牧民の国の色鮮やかな秋が感じられます。12世紀の初め、北方狩猟民族の国金によって辽そして北宋は滅ぼされました。北宋は江南に逃れ、南宋王朝を築きました。南宋は海外貿易を中心に繁栄しました。宮廷画院ではそうした豊かさを反映して美しい花鳥画が描かれました。京華春潮図、南宋の宮廷画家林春の作品です。満開の花をつけた杏の木に鳥が羽を休めています。林春が求めたのは画面全体に漂う情感ではなく、より克明な写生でした。こうした鳥や小さな動物を描いた作品は黎毛画と呼ばれます。黎の文字は鳥の翼を意味しています。黎毛画の特徴は鳥の羽の美しさを精緻に描くことにあります。満開の杏の花と